皆さんこんにちは、リサです。今回は新しい企画としてオンライン旅行トークというのを始めてみたいと思います。イエーイ。今回の企画の内容は、私の友達を中心に旅好きな子たちに毎回ゲストで来てもらって、ですね、ズーム中なんですけど、今ズームのこのバーチャル背景を使ってオンラインで旅行を楽しんじゃおうという企画です。このですね、企画はゲストの旅の思い出をみんなでシェアして、そしてバーチャル背景として使ってですね、その場に行ったような気持ちになってしまおうというコーナーです。その概要欄に今回のゲストが連れてってくれた旅先の画像をまとめておきますので、そちらをですね、ダウンロードして、ぜひあなたも一緒に、いろんなところに飛んで行ってしまいましょうということです。あくまでも次のですね、旅ができるようになった時に行きたい旅先の参考になったりですとかするということが目的です。今回の私のバーチャル背景はこちらです。マレーシアのマラッカという場所にあるモスクなんですけれども、水上モスクでとっても綺麗でした。こんな感じで毎回私のバーチャル背景もご紹介していきたいと思います。それではゲストを呼びしましょう。ラリソン彩香ちゃんです。イエーイ、こんにちは。青空の中に彩香。今回のゲストの彩香ちゃんはですね、ミュージカル女優さんで歌が超うまいんだけど、ただの飲み友達です。で、一緒にライブとかね、やったり。そうです。リサは必ずミュージカルの出演があると見に来てくれて、ライブを計画した時にリサに MC をやっていただいて、飲み友からすごく仕事まで一緒にする仲です。そうですね、仲良し。で、彩香ももちろん旅が大好きなので、ちょっと今回、はい、出演願いをしたんですけれども、ありがとう。彩香ちゃんね、最近YouTube も始めて。そうなんですよ、慣れない、パソコンに全然詳しくないんですけど、ここリンク入れてくね。あ、嘘、ありがとう。ここあれだよね、飲みながらクッキングをするという、いつも家でこう飲んでご飯食べて時間がなんか、ちょっとした工夫で美味しいものとかみんなに知ってもらえたらいいなっていう、ちょっとすごい緩い番組なんですけど、飲みながらクッキングしてます。今日も私、牡蠣のドレッシングで食べたよ。あ、ほんと、あれ美味しいよね。自家製ドレッシング、ぜひ見てください、これね。じゃあこれでも使えるの、もこれこれこれはい、そしてですね、はい、この動画は進め方として、このゲストの方の、ね、背景についてとりあえず聞いていきたいと思うんですけれども、これはどちらですか？はい、これは沖縄の、なんか昭和みたい。いや、そうなの。沖縄ね、ね、沖縄ホテルで、なんかこの日光浴を、ちょうどプール入って日光浴してた時に、パッて来たら、何これ可愛いと思って。すごい可愛いよね。そう、なんですけど、そう、なんかいつも沖縄に行くと渡嘉敷島っていう島に行くんです。どこから行くんですか？那覇から高速船で30分ぐらい。那覇から行く離島なの？そう、すごいだから便利で、なんだろう、沖縄行ってそのちょっと遠い竹富島とかいろいろあるじゃない、そこまで行かなくても手軽に綺麗な海に行けるっていう、ケラマ諸島っていう、こうケラマ諸島って、でその中の一つの島が渡嘉敷。へえ、よく行きます。すごいちっちゃい島なんですけど。そこでビール飲むの？ビール飲む。てか一日中飲んでる。一日中飲んでるよね。彩香の旅のスタイルは基本行って、その空気感とか気候に合わせて飲んだり食べたりするパターンだよね。確かそうだね。なんかね、やっぱりだからその南国行った時は基本昼間やることあるじゃない。海行ったりプール行ったり。そこで時間を過ごして、なんかちょっと何、海辺とか。プールサイドで運動して汗かいたりとかして、それでまた飲んで、で美味しい夕飯を食べるっていう、旅は食と、食かな、食とあれだね、お酒ですね。そうだよね、
これが一番中心、旅の、うん、もう彩香の毎日のライフスタイルとほぼ変わらないけど、あえて旅に出てそうなの、旅のグルメとかお酒も、そうだね、感じ、そうそうそう、まさにそうです。まだね、こんなに仲良しだけど一回も旅行ってないもんね。そうなの、行けなかったんだよね、本当にうちらイスラエルに行こうと思ったのに。そうそうそう、で最初はね、韓国に行こうとしたんだよね、チケットまで取ったけど、うん、そうだそうだそうだ、本当になっちゃって。そうだ、いいね、なんかオリオンビールの青空の下で、いいね、この写真、うん、いいね、楽しそう、なんか気分は沖縄ね、今行けないからね、行けないからね、沖縄はじゃあ本島が多い、本島が多いかな、宮古島だけかな、行ったことある。あ、そっか、私宮古ないんだよね。いや本当に海綺麗だった、もうね10年前ぐらいに行ったけど、なんか一番海綺麗だったかも、やっぱ本島、平間諸島すっごい綺麗だった。沖縄も行きたいね、ね、ゆっくりしたいよね、うん、意外とね、沖縄も私はそんなに宮古は詳しくないけど、那覇は妹がちょっと住んでたのもあって。あ、そうなの。うん、1年ぐらい住んでたの。あ、そうなんだ。そう、だから地元の人しか知らないお店いっぱい知ってて、いいな、好きなんだよね、その自分がおすすめの店を勧めるのがなんか好きで。わかる、韓国の時もめっちゃ教えてくれたじゃん。そうそうそう、まだその動画出してないけど、すっごい面白いお店だったし、うん、美味しかった。あー、それ見たいな、楽しみ。後々ここに貼ることになります。じゃあ見てください。沖縄の次はどこに連れてってくれますか。なにこれって感じ。なにこれ、なんかちょっと持ってられたけどやばいね、ちょっと集合体になっちゃった。ちょっと気持ち悪い。はい、これですか。これだ。何これ。これはね、あのヤムチャなんだけど、あ、すごい。私ちょっとこれ以上後ろに下がれないわ。何これ、ウケる。これ何ですか。どこですか。香港のフォーシーズンズホテルっていう、うん、めっちゃいいホテルだ。いいホテルの中に入っている、うん、これミシュラン三つ星だったかな、撮ってる中華料理屋さんのランチのヤムチャのアワビパイ、アワビのパイ。アワビパイ、やっばい美味しいです。これアワビなの。アワビ、やばっ。これぐらいのアワビかな、ちょっとちっちゃめのアワビ。はいはいはい、もう味が凝縮されてて、これ今こうやって取って食べない。やばい、これは本当に香港グルメで多分次に、まあ1位かな、2位か、1位かなってぐらい美味しかったもん。高いのこれ。ね、ヤムチャのコースだからやっぱりちょっと高いんだけど、あの夜はほとんど、夜は高い、めっちゃ高い。あでやっぱ人気だから予約が取りづらいんですけど、うんうん、夜高いからランチちょっとお得に行けるのね。なるほどなるほど。そうで、ちょっと奮発して。そうだね、奮発ランチっていう感じで、確かコース、ヤムチャランチコースっていうのと、ちょっとアラカルトがあったか覚えてないんだけど、なんかあの調べたら書いてあると思います。ランチタイムに行くのがおすすめ。やばー、これ超美味しそう。想像しただけでもこれは一回食べてほしい。にアワビなのこれ。なんか似てるね。あー、で味ついてて、そう、味ついててちょっと甘辛い感じ。そうだね。うーわー、やばっ。やっぱだからそのタレというか甘じょっぱい感じかな、うんうん、だろうね、だろうね。くさくで、これは美味しかった。今もうよだれが3リットル。私も食べたい。やばい、これは美味しそう。ちょっと私もね、これね、確かね、結構行くの決まって、うん、向こうに住んでるお友達に結構前に電話してもらって予約を取ってもらった気がする。人気だからなかなか取れなくて。なるほど。これ紹興酒やばいよ、ほんと昼から。あ、食べたい。あ、
食べたい。そのお店のね、情報。ロンケイヒンっていうレストランかな。ロンケイヒン。ロンケイヒン。うわ、これは美味しそうですね。食べたい。食べたい。じゃあ、次よろしくお願いします。次のね。多分、あ、焦げちゃった。うわー、それフカヒレですか。フカヒレでーす。うわ、最高じゃん。うわ、飛び込みたいね。これ土鍋に入ったフカヒレ煮込み。それは香港、うん、これはタイです。タイ、はい、タイに、タイでフカヒレ。タイのバンコク、フカヒレ安くて美味しくて有名なんだよ。あ、そうなんだ。知らなかったでしょ、意外と。知らない。そう、フカヒレは、そうだね、初めて。今日はなんかこう高級食材で攻めてるけど。それ後ろに見えるのはビールですか。そうですね、これは確かね、ランチタイムだった気がする。あー、そうなんだ。昼から飲んだ。やば、超美味しそう。うわー、辛くないの。タイだけど全然辛くない。タイの、うん、タイの味付けじゃないの。タイの味付けじゃない。なんかね、一応中華料理屋さんだから。あー、そっかそっか。じゃあ他のものもいろいろある。へー、美味しそう。美味しいのよ。それでいくらぐらいで食べれる。これでね、2000から3000ぐらいかな。え、でも相当大きいの。日本じゃそれ無理だよね。そう、無理無理。で、なんかこれと、ここもちょっとアワビの土鍋ご飯っていうのがあって。皆さん、よだれがもうやばいよ。止まりません。ここの2大トップっていうか、その2つが、私は友達とその時2人で行って、うんうんうん、フカヒレとそのアワビの土鍋ご飯を1個ずつ頼んで、で、シェアをして、うんうん、みんな飲みながら食べて、確かお会計が7000ぐらいだったかな。うわぁ、それは日本じゃ無理だ。無理無理。だから、やっぱここも贅沢ランチになるんだけど、これにトッピングがパクチーが普通に出てくる。パクチーをかけて食べる。フカヒレパクチー超美味しいの。やっぱ。なんかね、このね、だしとかこの周りのソースが日本で言うとね、つくしろよりはちょっと醤油味がもっと白湯寄りで、なんだっけ、あそこ、影山楼。影山楼とつくしろの間みたいな、もう、あー、すごい絶妙濃厚な、美味しいんですよ、味がとにかく。うん、美味しい。白湯とこの醤油の煮込まれてる。これを食べに行きたいね、もう、タイ。そうなの。もう、ここのお店のもう一つの看板メニューが、これです。アワビの土鍋煮込みご飯。ご飯入ってんの、これ。そう、中に入ってるの、ご飯が。あ、え、うん、確かそう、近そう。うわー。あ、なんかちょっとおこげっぽいの見えるね。そう。これがもち米みたいなのが、あ、その中に入っていて、これもまたアワビがふんだんに入っているのに2,3000円という破格。すごい。やっぱ高級食材は海外で食べるべきだよね。いやー、そう。タイのバンコクはフカヒレ本当に意外とおすすめです。知らないよね。そうなのよ。やっぱりタイ料理が安いし、うんうん、あの贅沢ランチっていう感じで、私も本当になんか旅先で1回だけ食べるみたいな、うんうんうん、普段東京で高いから食べれないから食べる感じで行きます。うわー、最高。うわー、行きたい。もう行きたいよ。いやー、食べたいね。食べたい。今よだれが大変もん。そのさ、なんか今彩香のいるところの後ろにいるさ、なんかタレみたいな、これは黒酢だったかな。ああ。これもかけながらこう食べて。アイラブビネガー。美味しかった。わあ、美味しそう。これ行きたいね。じゃあ、ネクストお願いします。最後に行っちゃいますよ。はい。じゃあ、彩香ちゃんのラスト。ラスト。これ。おお、めっちゃ綺麗。綺麗でしょ。え、すごいね。すごいでしょ、この
私の写真家みたいなこれが撮れた時の奇跡。これはえこれどこだと思う？え、なんか南国じゃないの？バリとかさ、あの季節は夏だったかな。そうだよね、なんかさ、え、でもビルが見えるから意外に都会、マレーシアみたいな東南アジアのビーチだけど、それもタイじゃん。そうね、いい線いってるかな。結構いい、ダサいめのビルいるよここに。うんね、そうそうそう、だからバンコクとか、うん、うん、バンコク加工してないからね色。え、これどこ？これね、六本木。六本木？日本ポテンシャル高いじゃん。すごいですよ、本当に。これあの六本木の東京ミッドタウン。手出せる。写真紹介コーナーみたいな。そうね。リサにこの企画やるからってさっきね、教えてもらった時、写真を一生懸命探してたんだけど、うん、本当は食べ物の写真ばっかりで、うん、背景の写真が全然見つからなかったのね。まずイタリアとか行ってたじゃん。行ってたんだけど、なんかないの。ないのね。ないのね。さっぱりしてるからね、せっかくがね。なんかなくて、あんなと思ったら、やっぱなんかうまく撮れたからどっかに保存されてて。すごいなんかさ、海外、なんか本当に東南アジアとか、ビーチリゾートな、なんならカリフォルニアかなぐらいだよね。すごいでしょ。すごいわ。旅先じゃないんだけど、うんうん、まあ、あの出身地がここら辺だったりとかするから、育った町。そうね、超シティガールだもんね。生っ粋の港区女子だからね。生っ粋のね。すごいね。そうなんです。でもだから、まあ、そういうのでこれでいいかなと思って、ね、でもね、地方、もしこれ見られてる地方の方はね、東京に旅行に来たら、うん、もしかしたら、ね、こんな景色が見られるかもよみたいな。そう、なんかさ、ね、空がピンクになるのってなんかなんだっけ、空気が良くないからって聞いた。あ、そうなんだ。それはでも当たってるじゃん。そう、これ確かあのミッドタウンの1階か3階のテラスのついてるレストラン。それもやりたいよね。テラスでさ、飲んでるときに見たら、何これってなって、こんな木とかなんか生えてた。本当だよ。日本に生えてなさそうな。さすがミッドタウンさん。写真が撮れたので公開しました。かわいい。今こう総じて聞いてみたんですけど、旅の写真、はい、全部飲んでるタイミングだね。全部飲んでるタイミングの写真、ね、すごいね。やっぱ 旅にアルコールはつきものという考え方です。うん、あ、いいと思います。もちろん、リレンって言ったのね。うんうん。その時も、なんかこう、どうもあるでしょ。で、なんかそこも、こう、マイカと、いや、登って、やっぱみんな一旦登ったりするみたいなんだけど、登ったらどうも見えないから、うん、なんか見ながら飲もうよ。景色をつまみに飲むってことだよね。素敵な旅先の景色を見ながらというか、その場所にもういるだけで幸せだから、そこでもう味わう現地のお酒が最高ですよ。それは間違いないです。でしょ。うん、旅だからこそあの、うん、昼飲みができるっていう。そうなのよ、あの優越感とね。罪悪感ないもんね。うん、わかるわ。あのね、地中海とか見ながら白ワイン飲みたいな。向こうの方みんな飲んでらっしゃるからね、割とね。そうよ、そうよ、そうよ、ね、なんかこうね、うん、私だけ飲んでるみたいにならないよね。もうみんな昼から飲んでるもんね。クアランティーンが終わったら、はい、どこに行きたいですか？あー、行きたいですか？あー、そうね。本当は行く計画をしてたチェジュ島。あー、行きたい。もうね、6月初めに行く予定だったんだよ。行きたい。私もそれ参加したい。ね、
落ち着いたら行こう、チェジュ島に。じゃあ、あやかちゃんがまず行きたいのはチェジュですかね。そうですね。チェジュ島のサムギョプサルを食べに行くっていう。それやりたい。すごい、もう今まで食べたサムギョプサルは何だったのかって思う、常識を覆されるサムギョプサルに出会えますいや、あの、やばいの。あの、チェジュで育ててる黒豚っていうのがあるみたいで、豚が甘くて、もうよく韓国ドラマにさ、豚の皮食べたりとか出てくるでしょ、うん、本当にあるんだけど、ね、うん、甘いの、柔らかくて、あ、サクサクで牛タン、ちょっと分厚い牛タンをサクサクのを食べてるみたいな。あ、すごい上手上手、表現が、すごい想像できた今。感動してそれを食べて、何これ、またよだれ出てきた。そう、あれはやっぱあの焼酎をこうガッといける、 あの時は焼酎、焼酎合う、こうやってやるやつでしょ。そうそう、 こうやってね目上の方と飲む時はこうやって飲んで、ね、うん、一応彩香さん先輩なんで、ちょっと目上なんで韓国も結構行ってるのでね。そうだよ、ちょっと彩香さんちょっと第2回も出てもらわないとね、うん、韓国編も紹介します、うん、グルメを、ね、あなたにとって旅行とは、え、なんだっけ、それ考えてなかった、やっぱ正直現実逃避なのかなって思う。うーん、まあそうか、やっぱりだって旅行から帰ってくる最終日とか、まあ、帰りの飛行機とか、うん、ああ、もう東京戻るのかっていう、こう、寂しい気持ちになる、ね。なんか、あ、東京帰ってきたら帰ってきたで落ち着くんだけど、うん。あ、やっぱ戻ってくるのか、仕事しなきゃな、とか。で、そうね、何にも終われないもんね、旅行先ではさ。お仕事ももちろん、もちろんね、楽しいことなんですけど、うん、やっぱり、こう、昼から飲める大学さんの朝の毎日と、非現実というかね、そうなの。いつもとは違う空間で、そう自分の時間だもんね。羽を伸ばせる感じが、まあ、最高だな。だからやっぱあったかい国に行くことの方が多いのかもしれない。まあそうだよね。帰ると、うん、あえてこう寒いところにこう建物を見に行くとか、勉強ね、いろいろ。その絵画を見に行ったりとか、そういう風な建物を見たいとか、うん、そういう旅行のスタイルの人もいるかもしれないけど、うん、どっちかっていうと、もう食べて飲んでリラックスしたいとか、あとはそうだな、やっぱりね、開放感が欲しいんだと思う。家が結構開放的な人生だと思うけど、そうなんだけど、さらに求めてるんだよね。そう、なんかこう、あ、憧れの、なんか、なんだろう、憧れをちょっと叶えてくれる場所みたいな。いいこと言ったのかな、多分ね。なんだろう、いつかこういう家に住みたいなとか、いつかこういうテラスが欲しいなとか、うん、なんかちょっと夢にね、近づく。夢を見つけられる？そうだね、そうだね。で、ちょっと行って、私もちょっとこういうとこに住めるように頑張ろうって、またそういう気にさせてくれる。おー、感じなのかな。すごい、いいじゃん。現実逃避しながらも。そうだね。現実が嫌なわけじゃないからね。逃避でもない。現実も結構うちら楽しんでるタイプ。楽しんでる。さらなる開放感を求める場所。そうだね。羽を伸ばす。ね。大切なものですね。うん。なくてはならないなとは思う。本当に。私もそう思います。ここに行けるこの、ね、こう自分の、状況だったりさ。そうだね、今特にね、なんか感じるよね。そう思う、旅行行けるってすごいことなんだなってでも思うよ。あとあれだよね、日本のさ、パスポートは無敵だからさ、うん、らしいね。そうって考えたら、やっぱり日本人としてね、逆にいろんなところを見に行った方がね、うん、せっかくだしね。そう思う、やっぱり。そうだね、本当にこんな国ってあるんだとか、こんな食べ物ってあるんだ、うん、こういうスタイルをしてる人がいるんだっていうのも勉強になるしね。うん、まね、なんか写真とかでね、いっぱいこうやって見れるけど、やっぱ行ってみないとね、味もわかんないし ね、 ね、美味しいものね、まだ出会ったことのない味覚にいっぱい出会えるもん、ね、そうだよ、いっぱいある。この背景ありがとうございます、ね、この背景
使えると思う。ココナッツの匂いしてきそうだけどね。ね、ね。おーおお。じゃあ、彩香さん、告知などあれば。うん、告知、うん。ほら、YouTube とかさ。そうですね。うん、ちょっと今、この世の中で、一応予定をしているミュージカルはあるんですけれども、今年。今の状況どうなるか、ちょっとわからない、うん、なんとも言えないので、それはおいおい、おいおい。たら、第2弾とかね、3弾で。そうね。いただきたい。今、その、ゆるい晩酌タイムを YouTube 配信してます。はい。ラリキッチンというチャンネル名です。カタカナで。見てます。ありがとうございます。本当に動画編集とか初めてね、私やったんです。もう今年に入って。すごいまだまだ、初心者感満載で、もう改善点だらけな YouTube なんですけど、でも、ちょっとしたなんか、料理のコツとか、意外と知ってる人ももちろん多いと思うけど、あ、こうやってやるんだとか、これ知らなかったとか、調べたら出てくることとかも、あえて配信してみたりとか、そういう、なんか、ちょっとした裏技も入れつつ、よかったら、ぜひ、見てくれると嬉しいです。はい、ありがとうございました。ラリソン彩香ちゃんでした。ラリキッチン、バイバーイ。バイバーイ。第1回目のオンライントリップ、楽しんでいただけましたか？今回は沖縄、香港、タイにチェジュ島まで、たくさんの場所にオンライントリップできました。ズームの背景にするには偏っている画像が多いですが、人によって旅のスタイルや旅先での時間の過ごし方、優先順位などが様々で、たくさん旅をしているって人も新たなる発見や驚き、学びがたくさんあります。ぜひあなたも今こそオンライントラベラーになって、次の旅へ妄想を膨らませましょう。次回もお楽しみに。インスタグラムもフォローしてね。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。 See you next trip!